皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、何をやっても万人に好かれることはないということについてお伝えしていきたいと思います。皆さん、私も含めてなんですけれども、チャレンジって結構いろんなことをしたりするじゃないですか。で、例えば新しいことをやろうと思った時に、ものすごくそれをいいなと思って受け入れてくれて、かつお客様とかだったら欲しいと言ってくれたり、購入をしてくれたり、喜んでそれを受け取ってくれる人とかっている一方でですね、そんなものいらないよとか、そんなもの売れないよとか、欲しくないとかっていうふうに、当然なんですけど言う人もいらっしゃるんですね。で、これはよく教室業の先生とかって、どの生徒さんにも好かれるところのポイントを目指して商品構成を組む方が多いんですけれども、そういう商品は存在しない。それは教室業に限らず、どんな業界のどんな商品でも万人に、全員がそれをいいと言って誰も嫌って言わないっていう商品はまず存在しないんですよ。例えば1万人がいいと言って1人がダメとかいう商品もしかしたら存在するかもしれないんですけど、通常はですね、8割の人がいいって言ったら万々歳じゃないですか。で、教室業の場合も、8割目指さなくていいですね。5割ぐらいの人がいいって言ってくれれば万々歳で、さらにもっとちょっと尖った個性的な商品作った場合には、2割がいいって言ってくれればそれで成り立つ。当然その単価はすごく高いっていうことになるんですけどね。そういう商品の作り方をすることもあるので、まず目指すべきところは、その万人に受ける商品がないっていうことを分かった上で、どの人に対してその商品を提供したらいいのかっていうことを深掘りして考えて商品作る方が、要は深掘りして考えた2割に受ける商品10個作ればいいわけですよね。1個で勝負して8割を目指そうとするから結構大変で、いろんな批判とかが耳に入ってきちゃうんですよね。そして前に進めなくなるっていう、そういう方を結構見てきているので、まずベースになる考え方が、何をやっても万人に好かれることはない、これをまずベースに考えていただく。で、その上で、少数の人であっても喜ばれる商品を多数、外に出していけばですね、結果としてそれは自分の、売り上げであったりとか集客であったりとかっていうのものに結びつくので、その商品をピンポイントで見つけていくっていう、その目がどちらかっていうと必要なんじゃないのかなと思いますので、失敗もあるかもしれませんけれども、それを繰り返すことによって精度の高いいい商品ができていきますので、それを信じてやってみてください。それでは。